まあ、次のテーマなんですけれども、うんうん、おすすめの絶景パワースポットともまさに俺のそうなんですよ。わかりました。ちょっとじゃあまずここ。これ四国。四国です。ですよね。あの、はいはいはい、これ綱掛岩っていう、うん、海岸沿いにポツンといきなり、うん、あの現れる石にこうしめ縄がかかっているポイントがあって、うん、神社仏閣が好きなんで、うん、そういうものが中心に僕のタイムラインに結構出るんですね、インスタグラムの。これよりももうちょっと夕日の、うんもう、うん、と夕焼けの絵だったんですけど、めちゃくちゃ引き込まれて、何これすごいじゃんと思って、うんうん、でこう情報見たら親切にも撮影日を書いてくださってたんですよ、うん、そんな親切な、なかなかいない、なかなかいない、場所がそっかって、そのこっち愛媛ですね、うん、松山のちょっと下のところなんですけど、ね、僕がその松山公園のその前の日にちょっと撮影しようと、一応撮影って書いてあったんですが、うん、その日だったんですよ、その撮影日が。あ、もう運命ですね。そう、行くしかないっていうことで行ったのが一番最初だったんですよね、うん、でそこからもうずっと僕は好きで撮りに行っている。なんか鳥居の小ささがいいですよね、なんかね、この距離でしか撮れへんからね、逆光のこの光の道があえてここのシャドウを上げないっていう選択をしたんですけど、うんうん、海にふわーっとこう道ができてて、それがしかもその逆光になっている鳥居がシャドウ影になって出ているっていう、これはなかなかかっこいい写真やなっていう。この岩自体も伝説が残ってる綱をかけた、うんうん、あのとあるエピソードがあるんですけど、うん、なんかまあすごく興味が湧いて、これの神社さんも実はこう三島神社っていうのがちょっと山あいにあったりとかして、そこも一応訪ねて、無人のね、うん、もう本当ジブリの世界のような、あ、やっぱり、うん、あの神社さんで、うん、そこも合わせて行ってもらえたらいいかなと。いやいいな、はい、豪華の方にあります、ね、二見ヶ浦っていうところの鳥居ですね、うん、桜井神社っていう、まあ、神社がありまして、それの、まあ、海に、ある鳥居で夫婦岩があるんですけど、渋いな、こショックさん、だいぶ写真渋いっすねこれ。パワースポット感が出てる方がいいかなと思って、うん、もうね、沈んだ感じの、全体的には沈んでるけど、うん、でも太陽の色が出てることでここに、あ、太陽来るんだみたいな、このね、うん、分かるっていうのは、いや、すごい表現のかっこいい。この後だから雲から実は太陽も出てキラーンみたいな写真も実はあるんですけど、それはあえて今日は選ばなかった、うん、へー、すごい。いや、でも空、あの、その雲の模様の捉え方とかも、この雲がね、照射してるような感じでふわーって出てるんですよ。やっぱ、ショックさん、空を撮らはるのすごい、やっぱり風景写真家の感じですよね。いや、なんかやっぱ自然を対峙してると、うん、自分の思った天候にもう出会えることの方が少ないから、ね、うん、その出会った天候をどう自分の中でなんていうか受け入れるかみたいな戦いじゃないですか。その現地でその タイミングで撮れるものに対していかにポジティブにあれるかっていうのはめちゃくちゃ大事な点やと思って。で、ね、僕はその本業もありますから、うん、毎回毎回同じ場所にそんなしょっちゅう行けることもなかったりするんで、うん、一個一個大事なんですよね、うん、だから大切な日だからこそその景色も一期一会なんで、まあ、正直ね、インスタグラム上げたら映えるかって言ったらそうではない写真かもしれないけど、僕の心の中では映えてるみたいな、うん、あ、いいっすね、その、はい、自分に映えてるって最高ですね。そう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 、樹齢7000年の屋久杉です。そうですそうです、やっぱし緑綺麗やな、すごくないですかこれ。これはだから本当 GFX を屋久島のあそこに持ってったのは多分本当数えるぐらいしかないんじゃないですか、と思いますよ。だってあれすげえ歩きますもんね。しかもね、やっぱ雨の多い場所ではあるんだけど、本当ザーザー降りの中で行きだけで多分9時間ぐらい、だから写真撮りながら行ってるんで、ああ、そうかそうか、いろんなところで、ね、どうしても足止まっちゃいますよね、うん、すごくないですか、昨日この感じのテクスチャーというか、うん、ね、今の最先端の映像クリエイターが作った画面みたいになります、はい、なんか出来上がりすぎてて、色といい完璧じゃないですか、このもや感といい、自分の中にある記憶の霧のあの雰囲気と、うんうん、実際のこの写真にした時の霧の分量のこの配分感をすごくなんかマジこう思い出す作業というか、自分の中ではこれでした。もうもう少し霧もあった時もあったけど、その木のあの感じもちゃんと見えるし、命のサイクルの中の、だからもうこの木だけが存在してるわけじゃなくて、みんなでこの木と一緒にこの木を守りながらというか、なんかね、
もう周りがだって周りのねあの木とかが邪魔じゃないんですよ。ここ全体がこう出来上がってる感じがもうすごい。あ、これね。うわあ、強烈。森戸大明寺って、うん、葉山ですね。うん、裕次郎灯台っていうんですけど、うん、なんで飛んだ灯台あそこに建てたとは思うんですけど、まあそれも、まあね、なんか味だなと思って、ね、自分の地元に近かったりするんでよく行くんですけど、ずっと狙ってたのがこの、まあ、ダイヤ、ね、モンド富士。富士山までの距離がある分、うん、圧縮されて、ね、太陽がここまで大きくなる。これすごい相当でかいですよね。相当でかいです、ね、夕日なんでこう落ちるんですけど、まあ、富士山が遠いなので、うん、太陽ともう富士山がこのサイズでガチャンっていう、うん、真ん中にストンと落ちた時の喜びが気持ちいいですよね。ちょっと1日ずれたらちょっとこっちやろうし、1日前やったらこっちやろうしっていうので、はいはい、やっぱ狙ってはったんですか。もちろんで、これはもう自分でやっぱりそのもちろん橋向さんや、うん、あのいろんな方の見地も、うん、いつもそればっかこうね借り手ばっかじゃ俺の成長ないと、うん、自分で GPS といろんなアプリを駆使してできるようにならないといけないなっていうので、ずっともう随分まあ1年前ぐらいから自分ちゃんと地形なんとかみたいなこうアプリとかいろいろ使ってそれで行くんですよ、うん、そうすると何人かこう早い時間帯にカメラがどうし当たりやと当たりや今日もらったっていうね。僕ねパワースポットそのものは撮ってないんですけれども、自分にとってそのいつもその力をもらえる場所ってどこだろうなっていうと、これ横湖の最北端で別名鏡湖強湖って言われてて、これが僕実は横湖に行った最初なんですよ。で1回目でいきなりこれが取れちゃったんですね。実は前日にめちゃくちゃ雪が降った日で、でこの湖のところの最北端に行くのにこれぐらいなんですよ雪が。でも雪かき分けていきながら三脚ボンって立てて撮ってでっていうのが初めて撮れた絵で、この写真を確かナショナルジオグラフィックかなんかの当時のフォトコンに出した時にエディターズチョイスかなんかをもらって、最初になんかこう世界の方向に写真を向け始めた1枚。毎年だからこの冬の雪が降った時にはこの最北端の土地に行ってこう誰もいない、もうほんとしびれるぐらいの寒さの中雪にまみれてここ見て、ただこの絶景を僕毎回見られると思ってたんですよ。初回でこれやったんで、こんなん全然やっぱなくてビギナーズラック、これビギナーズでした本当に。じゃあちょっと次の写真に、でこれは素敵なあの三重県にある薄墨桜。この場所に行った時って僕すごいあの写真の撮影に迷ってた頃で、だから何を撮ってもなんかこうね、自己模倣してるような気分になってて、なかなかシャッターが切れなかった頃 でこの時たまたま友達に連れて行ってもらってこの場所に来たんですけれども、だから遠くから見るとこの桜にだけ光が当たってるんですよ。で後ろの山にはまだ太陽が当たってないので真っ暗で、この一本の木のこのせり出し方っていうのがすごい、うん、迷いを断ち切ってくれるような美しさです。この立ってる方がまるで別所さんのようですね。そうなんですよ。そこに立っている女性の姿に僕自身が投影されて、一本のその桜に道がこうまっすぐこう光の道がまっすぐこうあの続いているっていうところに、こういう写真撮りてえな。その次が僕にとって一番つら写真がつらかった時で、東京カメラ部の10世になった後、2年のキャリアで僕10世になったんです。周りは本当キャリア10年とかキャリア20年とか、もうカメラめちゃくちゃ上手い人たちばっかり で僕その中で自分の写真がめちゃくちゃ下手やと思ってて、写真切るのがすごい嫌でもう逃げ回ってた頃なんですね。でその時にこの一本の木に出会って、でこの写真をすごい気に入ってくれた娘さん、あの中学2年生の娘さんが僕に手紙をくれたんですよね、っていうようなそういうエピソードなんかがあったりして、すごく大事な木になって毎年毎年この木だけ取りに僕行くっていう自分にとっての原点の一枚。フィッシュアイで撮ったんですね。そうです。この選択肢はその魚眼、まあ、うん、超広角みたいなのもあるじゃん、はい、魚眼にしたのはやっぱなんか意図はあったんですか。あのね、枝をね歪めたかったんです。あのこうピシュって出てくるじゃないですか、うん、あれが超広角だとまっすぐこっちに突き刺さってくるんですよ。そういう感じだったんですね。それがちょっとだけ強すぎたんで、ギュッとこう柳にこう魚眼のこのカーブ感を使いたかったのと、あと下側のこの地面も超広角で撮るとまっすぐピシッとなるんですよ。魚眼っていつも悩むんですよ ね、 ね、そう、うん、10回に1回も使わないんで、あと魚眼使いましたみたいな感じになるじゃないですか。なってしまいます。そう、魚眼は魚眼感出てしまうんですよ。でも全然その嫌な感じしないですよね。そうです。だからそれがね、まあそう、それもあって、そう、僕の中の閉塞感を打破してくれた一枚。素晴らしいです。元気もらえますね、はい、ただこのキーはのこの画角はもう
この年とその次の年しか取れなくて、もう前の道がなくなってしまったんですよ。で、裏側に今ルートが通ってるんで、この画角ではもう取れない。動画で表現するということで、あの動画はこれでないと取れないっていうところがあるんで、ちょっと見ていきましょう。まずこれ青い池ですね。北海道の青い池で、まあ、こういうその 8K60p で撮っているので、こう拡大しようと、例えばこれ同じレンズで撮ってるんですけれども、切り出しです。でスローモーションにしようと、でシャドウ側から引き上げようと、ハイライトから落とそうと、まあ、あと色再現とかも、もうなんていうか、こうこいつの持っているパワーの全て、すごい。これあのニコンの会のプレナですか、あのレンズを使って飛行機を撮ってみようっていう風にやった時に、こうすごい勢いでこうね飛んでくる飛行機を僕写真と動画で両方で撮るので、すごいまあわたわたしてるんですよね。どうやって動画と写真を、あのね、動画の方は三脚立ててボタンを押して、で写真側はこうガチャッと持ってこうガタガタってやったりなんかしながらやってて、でこっちは 400mm で撮った動画でスローモーション、すっごえぐいですよね。えぐいです。ちょっとねこのヌメヌメ感とかもすごくて、まあ、あの機材の暴力っていうような感じの、もう目よりすごいですね。そうですね、余裕で目よりすごい、本当におっしゃる通りで。ただこれが出来上がる、あの撮れるのってやっぱ 8K の 60p プラスやっぱりロー動画、ローで撮ってるっていうのもあって、でそのロー動画を撮るときにこう1テラで20分しか撮れないぐらいのデータを消費していくっていうのが、あの他のまあメディアではどうしたって表現できない。でその時にプログレードが必要な。そうですね、はい、であとはあの去年から今年にかけて一番探求していたのが花火で、これやばいですね。この辺の色再現と輝度の表現をするためにはローが必要なんですよね。あのやっぱどうしてもその上に合わせると下が落ちる、下に合わせると上が飛ぶ、ね、だからなるべくちょっと飛ばないようにとか、うん、黒つぶれしないように撮った後でちゃんと編集するという前提を取るとか、はい、そうなんですよ。人間の目ほどカメラってこのいい感じには出力してくれないので、うん、正確なんですごく。でとなるとやっぱローが必要になってくるだけど、今までやった写真でできていたことを動画でやろうとすると莫大なデータ量が必要になってくるんだけども、その莫大なデータ量をようやく維持してくれるカメラが出てきて、うん、メディアが出てきてっていう状況が、2024年はその探求がさらに本格的になっていくだろうなっていうような。で、今後そうですよね、ここから作品というものに集中す、はい、するようになるでしょうね。そうなんですよ。これを見たおそらくクリエイターたちはこれができるんかと思ったはずなんで、おそらくこの夏からが新しいまた勝負になってくるんだろうなっていうのは撮ってて自分で作りながら思いました。いやすごいわ、もうレースですね常に。そうなんですよ、やっぱりカメラ本体とかレンズとかっていうのが注目されがちなんですけども、実はすごいこのこれがないと実はこれ全部撮れないっていうのが面白いですよ ね、メディアがね。メディア今のところほんまにあのごく数社分しかこのやっぱ Z8 のこのあるいは Z9 のロー動画を撮るのは対応してなくて、うん、その中でもやっぱこのプログレードのゴールドって、うん、もうやっぱりコスパ性能のバランスの中で一番いいものなんで、いつもだいたい入ってますね。 8K ね横取っといて、はい、縦にしようみたいなことも全然、うん、はい、縦で 4K みたいなね、うん、そうなんです。今お見せした動画の全て僕インスタグラムで出すときは縦切りにするんですよやっぱり、ね、そうすると真ん中を切り取ることになるんですけど、 4K 動画やと右端と左端を切ったら真ん中2000に足りひんってなると、今のスマートフォンって 1080p で表現できるディスプレイが多いから、うん、足りないんですよ。ちょっと 4K やと、ちょっと足りないですね、 6K でも足りなくて、かといって縦で撮るのはちょっとね、ちょっとしんどい。最初の方で今日ね高画素やっぱ必要やって言うとはったじゃないですか、うん、写真で高画素必要なのと同じ意味で、あの 8K が必要なのが今の現状になってきたなっていうふうに思いますね。本当ですよね、はい。というわけで今日は職さんありがとうございました。本当に長い時間、いや楽しいですね。楽しいです。とにかく、うん、いいものと出会えたなというか、ね、年齢問わずずっとやれることじゃないですか。そうなんですよ。それは本当ありがたい。まあ音楽はもうある意味じゃもちろんずっとできるといえばできるけど、うん、体力的なものとか少しずつやっぱ落ちていってしまう、ね、うん、ものだけど、うん、このタイミングで自分の表現にカメラ、写真っていうものが入ってきたっていうのは僕にとっては大きなことだったなと、うん、
まあ、あとそういう仲間がね、うん、その別所さんであったりいろんな方とまた好きなものが一緒ということで、ね、通じて、うん、そうなんですよ、うん、カメラそこがいいですよね。そうみんな全然違うバックグラウンド持ってるっていう、うんうんはいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。